福王福王、福王,王は、君主の代理人として、植民地や属州を統治する官職、称号。言語のビリー、バイスロイは、それぞれラテン語の説刀ジバイス、ダイリトレックス、王から来ている。福王の領土は福王領、バーナとバイスロイルティと呼ばれる。女性の場合は福女王、と呼ばれ、稀にではあるが、軍事指揮権をも保有する場合があった。 また、福王夫人に対しても、この故障が用いられた。福王の子息、令嬢はと呼ばれた。福王の称号は単なる総督よりも、上位の官職であることを想起させるが、実際は、総督と同程度であることもあったし、属州や植民地の知事、副知事の上官でないこともあった。福王の職が、就寝職でない場合、 王族の一員に名誉的に与えられる場合もあった。王位継承の可能性がある者にとって、副王、あるいはそれと同等の地位の座が与えられることは、珍しいことで測った。副王の地位につくことで継承者としての資質を試す意味もあったので、古代ローマのコンソルティウム・インペリ、帝権を二人以上の皇帝で分けるという概念や、ディオクレティアヌステが行ったテトラルキアに見られるような、 副帝といった地位ほど高いものではなかった。1137年、アラゴン王国の王女、ペトロニーラとバルセロナ・ハクラモン・バランゲー四世が結婚して、アラゴン元号王国が成立したが、この時両王国の政治的な独立や法律、行政の制度は統一されずそのまま残された。このためいずれかの王が不在になる場合に備え、副王が任命された。副王は、 国王不在の時のもう一人の国王として国政を統括しカトリック領王によるアラゴンとカスティーリの連合王国もこの例に則っ,っている日の沈まぬ帝国スペインの絶対王政下ではヨーロッパにおける領土や海外植民地を統治するために多数の副王が任命されたハプスブルク朝になると顕著になり16世紀後半にマドリードに宮廷が固定すると 副王は地方行政組織の一生員へと変化した。欧州では18世紀まで、アラゴン、バレンシア、カタルーニャ、サルデーニャ、シチリア、ナポリ及びポルトガル、1580年から1640年などの副王はスペイン王によって任命されていた。スペイン継承戦争以降は、ナバーラ以外はスペイン支配を離れたり廃止されたりする形で、副王政は消滅した。 アメリカ大陸が発見されると、スペインはコンキスタドールたちに統治を委ねた。当初は彼らが封建制の君主のような存在であったが、新大陸の重要性が認識されるにつれ、スペインは次第にコンキスタドールの権限を奪い、スペインの統治機構を新大陸に移植するようになった。16世紀半ばには、ほぼ完全な政治機構を作り、 それは18世紀後半のブルボン改革まで続いた。1524年にインディアス数期会議が新大陸統治の中枢期間に昇格した。会議は国王の代理として1529年にアントニオ・デ・メンドーサをヌエバ・エスパーニャ副王領の初代副王に任命した。17世紀まで1535年に設置されたヌエバ・エスパーニャ副王領。 1543年に設置されたペルー副王領の二人の副王しかいなかった。ヌエバエスパーニャ副王はメキシコシティを首都とし、メキシコ及び中米、北米、カリブ海とフィリピン諸島のスペイン領を統治した。一方のペルー副王はリマに首都を構え、南米のスペイン領全域を支配した。南米のベネズエラがヌエバエスパーニャ副王の統治下に入る時もあった。 新大陸でのスペイン植民地の拡大に従い、1717 17年には新たにヌエバグラナダ副王領、首都ボモタ、1776年にはリオデラプラタ副王領、首都ブエノスアイレスに副王が置かれた。16世紀から17世紀にかけて、副王は一般的にスペインの上流貴族から選ばれた。18世紀になると、啓蒙精神の強い小貴族、 中三階級からも選ばれるようになった。しかし原則的には、ペニンスラール、スペイン生まれのスペイン人が登用され、植民地史上100名余りの副王の打ち繰り王領は5名、足らずであった。副王は、それぞれの管轄区内で最高権力を行使した。首都に近接した地域では、行政、軍事、司法、財政をも統括し、下級管理のほとんどを任命できた。 しかし地理的に離れた地方では、監査役を務める程度の存在であった。新大陸において、重要な官職、機関は、副王、総監、アウディエンシア、スペイン語オーディュアの三つであった。総監は、機構上は、副王の下に置かれたが、実質的には、副王と変わらず、副王領内の広大な土地を統治した。アウディエンシアの長官も、 同様の権限を有したが、一般的に軍事的な権威は複応に留保されていた。複応領には直轄領、総管領、長官領、プレジデンシアの3つがあり、ほぼそれぞれの区画にアウディエンシアが置かれた。これらの下部に総徳量、ゴベルナシオンやプロビンシア、軍部がくらいし、さらにコレヒミエントやアルカディアマヨールという区分に分けられ、最下部にカビルド、 アユンタミエントと呼ばれる資産次回統括の町があった。18世紀のブルボン改革によりインテンデンシア制が敷かれて、コレヒメント以下の地方自治体は廃止された。1858年、この年、A 王室は東インド会社が1774年10月20日から持っていた総督任命権を継承し、総督は 王室の管理下に入ることになったから1947年まで、ハイラジャ、インド帝国最高主権者の意である、英国インド植民地総督も、公式名称ではなかったものの、インド副王として知られている。最後の副王はそれ以前と異なり王室出身で、初代マウントバッテンオブビルマ伯爵、ルイス・フランシス・マウントバッテン、任期。 1947年2月21日から8月15日であった。また、アイルランド教、アイルランド王も、副王の名称を用いることがあった。副王の称号及び、そこから派生した、副王のを意味する形容芝イスリゲルは、大英帝国及び現在のイギリス連邦の総督、カナダ総督、オーストラリア総督など、もしくはそれ総王の権限を持つ者。 カナダの各州の副総督、プロビンシャル・リュテナン・ガバナー、オーストラリアの各州の総督・ステート・ガバナーズなどに対して王室の代表であるという意味を含んで使用される英国領インドを大英帝国やイギリス連邦に含むことは不正確であり、手続き上は誤っている。規制要件で諸公や地方間の称号として用いられているもので公式なものではないが副王と同類。 またはそれに準ずる地位、官職が複王と翻訳されることがある。ムハンマド・アリー長時代のにおいて、1867年から1914年まで使用されたヘディーブの称号がこれにあたる。19世紀前半のエジプトに成立した、ムハンマド・アリー長は、オスマン帝国の創始権を名目的に認めながらも、実質的には、反独立の状態にあった。創始者、 ムハンマド・アリー、在任。1805年から1848年は、オスマン帝国とは異なる紋章を用い、独立した王朝であることを内外に示したが、名目上はあくまでもの総督、バーリーという立場であったため、当初ムハンマド・アリー朝の当主は、オスマン帝国の他の州の総督と同様に、中層とクラスの文部の交換が名乗る称号である、パッシャを名乗った。1867年、 ムハンマド・アリーの孫であるイスマー・イール・パシャの第2エジプト総督が独自の称号ヘディーブを名乗ることがスマン帝国政府から認められこの称号は第1次世界大戦の勃発によってエジプトがオスマン帝国の総主権下から離脱する1914年まで用いられたペルシア語で支配者を意味する称号であるこのヘディーブが福王と訳される 新朝では強力な地方行政権を持つ総督、英訳で、ジェネラルスーパーバイザープロテクターが、副王と翻訳されることがある。彼らは2つ、3つほどの、州、現在の中華人民共和国の行政区分の、省に、相当たるを統治し、その領域は、直令、孤高、領高、領高、戦艦、節、運気、四線に分けられた。 李工賞は1867年から1870年まで良好総督を務め、遠征外は直霊総督であった時期がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。